はい、こんにちは、ミカスです。以前ね、こういったものを紹介したことがあると思うんですよ。これ S ビットのポケットストーブって言いまして、これをね、こうパコーってこう開く。そうするとここに燃料ね、これ固形燃料なんですけど、ここに火をつけて、まあ、こういったものをね、まあ、お湯沸かしたり、まあ、ご飯炊いたり調理ができるっていうものなんですけど、このポケットストーブね、ちょっと弱点があるんですよ。非常にコンパクトでね、まああるとすごい便利なんですけど、風に弱いんですよね。ビューって風吹いてくると炎がブワーってなってしまって、まあお湯沸かしたりだとかご飯炊いたりするときにちょっと弱かったりするんですよね。でまあこれはこれでなきゃないんでちょっと自分困っちゃうんですけど、実はもう一個、買っといたものがあるんですよ。で今日はそれを紹介したいと思います。はい、今日紹介する商品はこちらです。バーゴチタニウムヘキサゴンウッドストーブっていうやつですね。早速じゃあちょっとね、どんなものなのかっていうのをね、詳しく紹介したいと思います。さあ、これね、ずいぶん立派なタグがついてますね。バーゴチタニウムって書いてありますけども、さあ、では開けていきます。こんにちは。よいしょ。さあ、出てきました。これがバーゴのチタニウムヘキサゴンウッドストーブですね。まあね、こうね、チタンの金属の板、チタンの板でできたものなんですけど、こうですね、こうやって開いていくわけです。こうね、でこうね、ここ穴が開いてると思うんですけど、ここにこの底になるやつをね、こうズボッとね刺していくわけなんですよね。はい、出来上がりました。まあね、ウッドストーブ、要は木の枝とかをね、この中に入れて火を起こせますよっていうものなんですけど、まあご覧の通りですね、360度覆われてますので、まあ、風にまず強いんですよね。で、しかももうこれ自体が五徳になるんで、このままこう上にね、こう熱するものを置けるわけなんですよね。さらにこれのサイズがですね、こういったまあ、これトランギアのアルコールストーブなんですけど、ここをまあこんにちはって開きますよね。でこれを中に入れるわけですよ。こうね、はい、ご覧のようにアルコールストーブがぴったりのサイズなんですよね。でここでね、火のね、この蓋を開ければここで火のね、消したりつけたりっていうのも容易にできますし、そのままもうこうやって使えると。でね、まあ、非常に便利なものではあるんですけど、自分はね、またこれをね、この固形燃料を使ってご飯を炊きたいと思うんですよ。ポケットストーブに比べて風に強いんで、果たして風がそこそこ吹いてる時に周りに風防なしで、ご飯がねちゃんと炊けるのかっていうのをちょっとね実験してみようと思います。まあ、要はそのどのぐらいこのヘキサゴンウッドストーブが風に対して、抵抗力があるかっていうことですね。早速ではやってみましょう。
はい、ということで今日紹介しましたのはバーゴのチタニウムヘキサゴンウッドストーブの紹介でした。素晴らしいです。じゃあね、さあいかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。